こんにちは。信州上田の魅力を個人的独断と偏見を交えつつ発信するチャンネル、好きです。信州上田へようこそ。自称、信州上田ナビゲーターの伝統工芸士龍馬です。信州の鎌倉と呼ばれる上田市塩田平。そこには歴史的な建造物が点在しています。今日ご紹介するのは、昔からジモッティに愛されているお店で、ある意味歴史的な飲食店、中野食堂です。あれ？ナビに言われるがままに進んできたけど、この道で合ってるのかな？え？こんな細い道で、どう見ても住宅街だけど、こんなところに食堂あるの？と、心配になった頃に中野食堂は見えてきます。達筆な看板ですね。お店の外観もザ・食堂な雰囲気が漂っています。では、店内に入ってみましょう。広々とした店内は、右側にテーブル席、そして左側にはお座敷席があります。では、メニューを見てみましょう。定食や丼物、そして麺類など、昔ながらの食堂らしいラインナップですね。飲み物もシンプルな感じで、個人的にこういう感じ好きです。どれにしようか迷わずに、食堂といえばラーメンかカツ丼なので、セットメニューでラーメンとカツ丼を注文しました。さあ、やってきましたラーメンとカツ丼のセット。うわ、見て！長年の歴史に裏打ちされた美味しそうなラーメン。存在感抜群です。そしてこちらはカツ丼。で、これだけで一人前はあるすんごいボリューム。つゆが染み込んでそうで、見た目だけで美味しい味が想像できちゃいますね。奥には漬物もあります。ああ、早くガッツきたーい。では、いただきます。まずはラーメンのスープから。コクがありそうで美味しそう。ああ、うまー。もう一口。うん、間違いないわ。今度は麺をいただきます。これぞラーメンといった感じの王道の麺ですね。よくフーフーしてと。うん、うまい。毎日でもいけそうな安定の味です。今度は麺にネギを絡めていただきます。うん、ネギのシャキシャキが麺の美味しさを引き立たせてくれてうまい。お次はチャーシュー。味が染み込んでそうな見た目で美味しそう。ガブリンチョ。うん、うめえ。とろける柔らかさ。間髪入れずに麺。ああ、うまいわー。そしてスープ。ああ、コクがあって最高。今度はカツ丼いただきます。それにしてもボリューム満点の見た目ですね。お箸で真ん中のカツを。よいしょ。おほ、美味しそう。ふうふうして、ガブリンチョ。うん、うまい。間髪入れずにご飯。口の中に幸せがいっぱい。もう一丁カツ丼。つゆがよく染み込んでいるからか、衣がホロホロです。ガブリンチョ。うん、うまい。そしてご飯。あー、うまいわー。続いて箸休めに漬物いただきます。カプチョ。あー、優しい味。そしてご飯を豪快にがっつく。うめー。続いてナルトをいただきます。忍者ハットリくんみたいな
綺麗な渦巻きしてますね。ガブッチョ。うん、懐かしの味。そしてオイメン。ナルトと麺のマリアージュがいい味出してます。今度はカツ丼のターン。うわぁ、これも分厚いカツですね。美味しそう。ガブリンチョ。うん、間違いないうまさ。そしてご飯を口いっぱい頬張る。あー、口の中が幸せで満たされる。最後に水を、ごく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 んちょ。はぁ、食ったー。ごちそうさまでした。別所線中野駅近くの住宅の中にある老舗の名店、中野食堂。ジモッティに長年愛される味は、他では真似することができないようなオンリーワンの美味しさです。中野食堂のラーメンとカツ丼のセットをぜひご賞味くださいませ。動画をご覧くださりありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録お願いします。これからも信州上田の魅力をどんどん発信していきますので、どうぞお楽しみに。